それでは今回はこちらのイラストをチョーク風に加工していきたいと思います。まずイラストを複製します。次に描画モードを大焼きカラーに変換します。そしてイメージから色調補正、階調の斑点をクリックします。次にフィルターからぼかしガウスを選択して、色が消える位置ぐらいの半径の値にします。できたら2つのレイヤーをシフトで選択して、コントロール E でレイヤーを結合します。次に調整レイヤーを新規作成のボタンをクリックして、その中から色相サイドを選びます。そしてサイドの値を一番左に持っていってモノクロ画像にしておきます。2つのレイヤーを選択して、コントロール E でレイヤーを結合しておきます。次にイメージから色調補正を選択して、2回超過をクリックします。ちょっとざらついた感じがちょうどいいかなと思いますので、こちらはプレビューを見ながら調整をしていきます。そしてツールバーから自動選択ツールを選択して、デリートで白い部分を消します。次にこちらのレイヤーをダブルクリックして、交際内側と外側をクリックします。値の方はプレビューを見ながら調整をします。はい、これでほぼ完成なんですけれども、最後の仕上げとしてこの線をこうギザギザしているような感じを出すには、フィルターからフィルターギャラリー、グラフィックペンを使ってこのような仕上がりにしています。あとはこちらにあるようにレイヤーマスクをかけて少し線を消してやると、さらにいい感じになると思います。これはブラシチョーク2を使って少し線を消したりしています。はい、ということで今回は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。